倉橋智和は、目、テレ報道記者、元アナウンサー、東京都葛飾区出身、東邦大学附属東邦中学校、高等学校、早稲田大学社会科学部卒業、2002年入社、入社2年目で、目、テレワイドスーパー J チャンネルのメインキャスターに抜擢、中部国際空港の開港や愛、地球博の開幕の中継などを担当する。その後、 どですかの芸能コーナーにて、なしもとまさるらとともにスタジオ進行を担当した。2008年2月11日放送のどですか終了間際で自らの結婚を発表。2011年2月に父親となる。テレビ朝日系列に在籍するアナウンサーが対象となるアンアナウンサー賞を二度にわたり受賞。夕方放送のアップで フィールドキャスターとして、東海3県の報道現場からのリポート、中継を担当後、2020年4月19日より、新型コロナウイルス感染症の流行により、緊急事態宣言が発令されて以降キャスターに反省に、伴い、メインキャスターを担当。2020年7月末に、アップ。放送開始から15年間出演した、星安博のアナウンス部長、就任。 4月に妊娠を発表し、秋に出産を控える鈴木しおりが、産休入りに伴い、共にメインキャスターを卒業。翌週の8月3日から4月からのキャスターに反省に、伴うピンチヒッターとして、アップに加入した佐藤裕二と共に、正式にメインキャスターに就任。水金曜日のメインキャスターとなった。同10月5日からは、 キャスター陣の担当曜日変更に伴い、期、金曜日担当、同時に報道記者兼任となった。2021年3月26日、アップ、を卒業。2021年7月、アナウンス部より同し報道記者専任となる。佐藤裕二、アナウンス部ベビーブーム、アナウンサールーム、名古屋テレビ放送、 2015年10月11日閲覧。ありがとうございます。